はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は画面にありますようにちょっと遅くなりましたが、ユージャムのスパークル2、これを解説していきたいと思います。村長ミュージックスタジオ、日は随分経ちましたが、ほとんど日本語解説がありません。こんなにすごいのになぜ皆さんが解説をしないのでしょうか。しないというのはですね、案外機能が豊富でですね、スタイルパターンだけをこんなんありますよというふうに解説している解説動画はちょっとはあるんですけれども、新しくなってアイアン2でもそうなんですけれども、例えば今画面のところにありますこのプレイモードにね、コードとそしてノートというのがあったりしますし、あとはオープンコードというのがあったりします。こういうところも最後の方に解説をしたいと思うんですけれども、あまりにも多機能、そしてさらにストンプボックスもついてて、今までのフィニッシャーもついている、そういういろんな中でですね、なかなか解説しきれないというのが本音かもわかりません。そんなこんなで僕はですね、ここにユージャムさんがキースイッチをですね書いてくれてあるんですけれども、英語で日本人の僕たちには分かりにくいですので、これも日本語に作り変えてしまいました。どういうことかと言いましたら、こんな感じでですね、スパークル2のコモンフレーズのキースイッチですね、これを日本語で分かりやすく初心者の人にもよく分かるようにですね、全部書き換えてみましたので、これは概要欄に貼っておきますので、皆さんドロップボックスからダウンロードして、いつもこのようにそばに置いてですね、やっていただくと打ち込みも早くなると思います。もちろん打ち込みというよりもリアルタイムにこの C0 から B1 までの2オクターブですね、この2オクターブをうまく弾いていきながら今日の解説もやっているんですけれども、そうするとですね、もう本当にノリノリで楽しい演奏ができますので、ぜひともチャレンジしてみてください。それでは2小節ずつ切り替えながらやっていきます。画面にありますように本当に簡単な CFAmG7、 これを繰り返したりしながらいろんな奏法を聞いていただきます。こんなピックスライドもできます。こちらはピックでというよりも柔らかめのグリッセンドです。もちろんこれだけではなくて、右にはフレーズがありますので、
このように変えていけます。そしてスタイルを変えます。これだけじゃなくて、モッドホイールを回すとこんなことができます。これを組み合わせます。さらにボリューム感を変えます。そしてもちろん音作り。そしてストンプ入れます。ロータリーです。これはリバーブ、サスティナー、トレモロ、トレモロの強さ、ワームドライブ、ワープディレイ、はい、オートワーブ、アンプ変えます。ピックアップのネックとブリッジ、フィニッシャー切ります。ブースター、コーラス、コンプ、フランジャー、
はい、どうでしたでしょうか。ギターが上手な人からしたら、みたいなところも、まあ、弾ける人からしたらね、もう細かいことで言えばですよ、本物のギターらしくもないというのがあるんですけれども、まあこれをですね、ギターをちょっとだけやってるとか、コード弾きぐらい、じゃんじゃんじゃんとフォークソングを弾き語りできてるぐらいの人にとったらですね、まあそれからしたらこれ弾くって言ったら大変ですけれども、僕これ何にもしないで、テカ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 適当にやってるんですからね。でまあ皆さんが便利になるように、初心者の人が分かりやすいようにですね、噛み砕いてアルペジオ風8分の1とかですね、超初心者に分かりやすくですね書いてみました。ちょっと面白いのがね、この右のところにノートっていうのがあるんですよね。こうするとまあ微妙にですけれども、じゃんじゃんじゃんとコードを弾くんではなくって、どっちかというとドゥルンドゥルンドゥルンみたいに弾いてくれたりもします。こんな感じです。これがノートモード、いわゆる一音一音をかき鳴らすって感じです。でコードはじゃーんとピックを走らせてしまいます。コード、はい、弦に当たっているって感じがしますよね。違うので、はい、こういうのだったらものすごいイメージ変わりますよね。これコードに戻します。これキースイッチでね変えれるんで、ということでね、僕なんかもコード弾きぐらいはできたり、ちょっとした、まあ、ソロぐらいだったら一応ギターも弾けるんですけれどもですね、まあここまで弾くのはなかなかよう弾かないし、そしてこのバリエーションという意味でね、もうプロ中のプロの人はいろいろ弾けると思うんですけどね、思いつかないというか、1000に近いぐらいの組み合わせで言えばもう1000とかそんなどころじゃないと思うんですけれども、ミュートとかを使えばですね、特にこのスパークルの音は一般的なギターというかストラトみたいなモデルですんでですね、どんな音楽にもまあまあ合うというか、そんな感じです。その他の機能としましては、マイクロタイミングというのがあります。マイクロタイミングをすることによってヒューマナイズをしたりですね、簡単にできるようになりますし、スピードでは倍速度にしたりということもできます。ちょっと聞いていただきましょう。タイミングをルーズにします。こちらがタイト。ちょっと突っ込み気味になります。こんな感じに使ってください。いかがでしたでしょうか。このように多機能で、そしてギターの弾けない人にはとってもありがたいスパークル2、ぜひ検討してみてもいいんではないかな。僕のおすすめギターソフトです。ありがとうございました。村長でした。